東にシフトし始めてるよ。おはようございます。集金入れてか。いや、皆さん、あのね、こちら、ちょっと待ってよ。なお前まだ働いてないの？ちょっとタイム、ちょっと待って。お猿の T シャツ色違い？皆様、こちらスライム第19位にランクインしました。スライムカレーという、僕スライムカレーっていうものをちょっといただいたので、こちら、これが何味だ？ BGM ないな、 BGM、 ちょ BGM だな、ちょっと待ってね、ちょっと待って、あれ、何かありオフだよ、バカなの。あのね、お、スライムカレーこじったんで、おや、これあのお土産でもらったので、お土産でもらったんだ、お土産で。ちょっと待ってよ。ね、なんだ。で、曲はね、やっぱりお昼ご飯の曲だな。毎日同じ服とか着たねえな。わこつ。これ部屋着だからいいだろ、別に。ちょっとしか着ないもん。わこついらっしゃい。エクサーは金のためなら人を平気で裏切るし、どんなことでもするよ、気をつけてな。そういや、前回の収支報告ってしたの？お前選択は？選択してるよ。収支報告って何？レレレレレッテテテ。皆様、こちらなんかいただいたんで、今日毒消し味の方を食べようかなと。どうやっこう。やっほー。毒消し味、前回のアリバー給料いくらだった？それ言わないでしょ。なんで言わないといけないの？ちょっと待って、これ。それうまいらしいな。これね。騙されてることにすら気づいてないからな、どんまい。てかやばい、これライス盛りすぎたんだけど。これ超入ってる、見てこれ。やばくないこれ。やばくないこれ。うお。色やばくない色。色やばない。まずそう。色やばいでしょ。離れたら生き生きしてるな、わら。そう、生き生きしてる。やばくない？色やばくない？でもこれ飯つぎすぎたんだ。これ 400g 以上ある。ライスが 400g ぐらいある。3合炊いて。たださ、これさ、中途半端に残したらさ、あれなんだよ。中途半端に残しちゃうと、中途半端に残しちゃうとさ、あのカピカピになるじゃん、最後。だからもう全部食えるやろ。って食えるかな、わかんない。ちょっと待ってよ。おかんが自分を守ってくれる一番大切な人って気づくわけだから。すごくない？これ。これだよ。納豆とマヨ入れろ。入れねえよ。もうちょっと食べますね、こちら。食べるんだけど。何どうした？わらわら。お風呂入ったから。ででででお風呂入ったんで。え、なにこれ？え、なにこれ？え、なにこれ？え、なんか変なの入ってる。ハゲてきてんな。そういえばハンバーグ作ったの？なにこれ？和骨です。え、待って、かしらハゲてる。ちゃんといただきますえよ。ご飯ラップして冷凍したらいいのに。第17位にランクインしました。やべえ、食えるかな。皆さん、いただきます。食べるんだけど、ちょっとあのなんだっけ、もう一応しろ。食べるあれがさ、咀嚼音が入るとあれなんで、マイクは抜くんで、カメラは取っとくし、ちゃんとあれは見とくんで。3500円でーす。皆さん、いただきまーす。お前人生大丈夫か？食レポはよ。何やこの猿。お前高そうなトレーナー取るやないか。微妙な顔か。いやー、美味しいっす。いや、うまい。こいつどんどんつまんなくなってる。うまいぞ。うまい。ランクインしました。美味しい。美味しいです。皆様。うまい。意外とうまいんだよな。マジでうまい。どんな味すんの？無理してない？手作り？作ったっせ。あ、うまい、マジでうまい。うるせえよ、マジうめえ。一人からはにいくら入るの？スライド？ほうれんカレー？辛い、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 辛いっす。
結構辛い。何その色。辛い。色やばくない。なんかね、これすげえよな。伝説の緑カレーらしいよ、スライムカレー。ちょっと待って。レトルトでうまいカレー食ったことないわ。バルースライムか、わらわら。何は言ってるんやろ、気になる。お前うまいしか言えないのボキャブラリー少なすぎ。ほうれん草の色。チキン。野菜。つらい。うまい。もうちょっといろいろ表現してくれ、わら。レトルトカレーなんて知れてる。何入ってるのか上から言ってみて。野菜、玉ねぎ、じゃがいも、にんにく、ココナッツミルク、鶏肉、カレールー、なんだ、唐辛子、でんぷん、調味料みたいな感じですかね。あ、皆さん17日オフ会するんで、よかったら来てもらえたら、よかったらじゃなくて、あの、まあ、お時間ね、ご都合合う方いらっしゃいましたら。めっちゃうまい。オフ会遅れて行ってもいいですか。オッケーです。こんな猿に会いたいやついるの。僕らは横浜在住の25歳、現在フリーター、身長170、酒もタバコも飲まないとと、愛車はムアワゴン、弱点はおかん。僕らは誕生日は1月18日、小学校の頃は桑山中学の近所に在住、2011年、阪神ドラフト4位の岩本とは小学校の頃の野球仲間。ええな、元気そうや。リアルでこじオフ会すんな。いけない、ごめんなさい。僕らは2月20日に仕事を退職、新規一点上場、山口のロアから横浜のロアへ、都会人になったけどお先は真っ暗。僕らは先輩はコツ、東の代わりにもならねえな。僕らはわらわら。僕らは3月2日にリスナーから洗濯機と炊飯器を受け取る、その5つある必需品、潤っていく生活、みんなもっとプレゼントしてね。今年何歳なの。僕らは最近の悩みは家に鍋がないこと、パスタも味噌汁も作れない人生、ドンキに火曜も指を加えるだけ、アリー。26。僕らは小学校の頃のあだ名は三つ目のロア、由来はおでこのほくろ、ほくろネタでいじられ続けて早20年。東どこ行ったん。もう20代後半か。うまそうに食べるね。僕らは先輩のファンです、頑張ってください。久しぶりに僕らは来たけん、キッス。僕らはが一番聞いてるよな、こいつ。ロアかわいいな、わら。どんどんオフ会の金額高くなってく。3500円で両立感の。もちろんオードブルくらいはつくよね。オードブルくらいはさすがにあるやろ。一人、プレミアム一人、タコミュニティを登録しました。パスタなんか100年に売ってるレンジのやつでええやん。東放送さっきしてなかったか。水飲めば？わら、辛そう、わら。ウィス、来た瞬間僕らは先輩で笑った、わら。東放送してないよ。170円、わら。和骨。3500円で飲み放題で駄菓子がつきます。あ、うめえ、うまい。170円バレたんだけど。でもウーロン茶がいいんだよね。緑茶よりウーロン茶がいいから、ウーロン茶買っちゃったんだよね。ちょっと高いけど、ウーロン茶買っちゃった。セブンのウーロン茶の方が美味しいよね。最近ちょっと緑茶飽きたんだよな。3500円飲み放題で駄菓子がつきます。駄菓子ってか、うまい棒だけど。なあ、そうだな、お茶、そう、そうだな、お茶、あれだな、あれ買わないと。じゃあ、あの、夜間。どうだ、俺の千里さんは、わらわら。夜間。いや、さすがにそれは失礼やろ。ああ、うま。やっべ、超美味しい、これ。でもこれ余っちゃったな、ご飯が。ご飯が。ご飯が余っちゃった。いや、全然お茶飲まない。夜また食え。そのカレー暮らすんやろ。またロアとご飯行きたいよ。ちょっと高いね、ダブル3500で飲み放題で怖いよね。ああ、うま。
っちに物入れて喋るな。ママに教わらなかったのか。オフ会という名の集金パーティーだから仕方ない。あーうま。こじきに金目ぐむつもりで来いや。買いたいな。どこで買えるやろ。やばくない。残っちゃった。3500ならせめてロアテ作りの唐揚げとかポテトとかだそうよ。自分もロア君とご飯は行ってみたいですね。あ、ご飯あのぜひお願いします。ちょ待ってね。あれにしよう。落ち着けて飲んだペットボトル何日も飲んでたら最近いっぱいついて危ないよ。汚い。そのカレードンキに売ってるかな。こんな猿と飯食いに行ってた後猿に餌付けできる権利。3500円のうちロア君の取り分は1500-2000円ってとこかな。いいね、白飯に合うやつや。わら、新人の忘れ物のセーラー服見せて。わら、こちらになりました皆様。こちらになりました。見えてない。これ難しいんだよな。これで食べるわ。最後これで食べて終わりで。贅沢やな。わら、食事行くなら肉食はしたれ肉プロない。政治家がよくやるパーティーとかと一緒だと思えばいいんやね。リスナーは養分発言の上は忘れない。うめえな。食事終わったら終わり。ちょっと雑談して終わる。それなら福神漬けとラッキョ買ってきたらよかったのに。ドラクエやろうよ。養分発言はさすがに捏造やろ。リスナーは俺の養分ダブルってひどない。わら、自分の顔のプリント T シャツやめや。さらっと NG 集かねえな。養分じゃなかったの。和骨小池は信用できないけど、ロアとは飯食いたい。おい、正論を NG すんな。ひどいですね。そうですね、手作りカレー。教えて。そうやって放送盛り上がるコメ NG にするとか分かってないな。わらわら、マイク。わらわら、ほんまリアクターやん。わらわら、銀座で焼肉らしい。東って何かあったの。もうちょっとレポートして。東なら昨日はデブの会でライブ行ってたみたいだよ。リズム乗ってんじゃねえよ。4ね、なんか知らんけど顔見てたら腹立ってきた。
ライブかありがとう。今日はいつぐらいから始まるんだろうか。わかる。ワイも、わら。ドア君確かにいじめられそうなタイプだね。拙者も、わら。ほんまクソつまらんなお前。もともと信者に株も買わせる気だったもんな。食い方やばいな。髪型変わった？目がやばい。助けて。助けて。助けて、しゃべれや。助けて。おもんな。ちょ待って。なんかムカついてきた。3500円なんて半端じゃなくて1人5000円持ってきてもらったらええねん。よく食べたな。食べすぎちゃう？わら。やべ、食いすぎました。あーやべ、食いすぎた。食べすぎました。これスライムカレーなんだけど、あのね、普通チキンカレーって感じ。普通にチキンカレー。普通にチキンカレーですね。まあ、味としては本当美味しかった。普通にうまかった。お前人気者だとか思って調子に乗るなクソニートのくせに。で箱取っておきたいな、わら。いやこれいいよね。なんかこれ箱取っておくか、記念に取っておこう。美味しかった。それってスグエニ公式のカレーなの？わかんない。グリーンカレーと似たような味じゃなかったんだね。白飯安くて腹膨れるからってグリーンカレーじゃない。まあ辛かった。白飯安くて腹膨れるからって炊きまくってるとめっちゃ太る。ああそうなんだ。236円です。みんなには見えていないコメントだよ。いやでもだって白飯しかないもんだって。安いってか飯腹減ったら白飯食えばよくない？ダメな。え？ダメなの？だないもんだって。感想が辛かった。ああ めっちゃ辛かった。何色先でも何色でも買えれるからな。いやだってさないんだもん。野菜もちゃんと食っとけよ。あ、今日買った、あのキャベツ買ったから、まあ暇な時せん、あのなんかこうスライスして千切りにしとくわ。キャベツ買った。キャベツ。お米食べすぎると糖尿になりますよ、わら。マジ？お前の顔って痩せすぎてちょうどいいくらい。甘いのは顔が丸すぎ。お前の顔って痩せすぎ。あれ？一人暮らし始めたの？顔が丸すぎ。どういうこと？玄米も混ぜておけばよく噛むから腹膨れるぞ。まあ、顔丸くなったよ。なんかちょっと今度ご飯行きましょう。焼肉は食べ放題条項。あ、お願いします。いいですよ別に。お米食べ過ぎた結果が超えてた。いや社長何でも食べるから。フィクサーさんは何でも食べるし、もうすげえから。でも最近ちょっとね、なんか会うたびに痩せてる気がするんだよね。気のせいかな。小池の場合は前傾風と。いやなんかね、いや会うたびになんか痩せてる気がするんだよね。わらわら。いや本当にこれあのお世辞抜きで。小池やったと挨拶しやがれ。あ、ありがとう。いらっしゃい。小池なんか。あもういいんだけども、なんか食べるだけ食べたし、なんかお腹いっぱいになったらなんか喋る気にもなくなったの。なんかありますか皆様、なんか聞きたいこととか。あ、17日オフ会するんで、それだけ。それはね。あ、モラさんありがとうございます。めっちゃ食べたいですね。食べたいというか食べたけど、いやー、まあ寂しいけど放送。僕は痩せたい意識が高いビクサー。栄養が頭にいってない。あ、あの豚ちょっと前にも入院してたしな。あいつ全然寝てないだろ。スグエの木の危険が迫ってるぞ。フィクサーは全然寝てないね。それ私服？これ私服。お前実家じゃなくなったの？実家じゃねえよ今。一人暮らしですね。一人暮らし。あ、これ座るか。この椅子に座ろう。レレッデデッ。いやいいね、これ椅子座りながらやるか。いいねえ。ちょっと待って。てか、これさ、あれ、あ、ないんだよね、俺。あれ、ウェブカメラが。ウェブカメラがないから困ってるんですよ。で、これ今、布団の上でやってる、布団の上。布団の上。いや、デブだよ。ほんと信じなくなってから生き生きしてるわ。いや、生き生きしてねえよ。あー、でも何しよっか。ドラクエします？あ、今日夕方から仕事です。夕方から仕事なんで。なんかだんだん生活環境整ってきてるね。あ、生活環境整ってきてる。ご飯も一応自炊してるし。あ、これ上見る。上見る。上誰か余ってるウェブカメラやれよ。ドアとルシボーってどっちも芋っぽいシリアルだと仲良くなれそう。うわ
仕事何やってんの？ここ刑務所？うわ。延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。選択してる、わら。室内ごしくさくさになんぞ、ほんと刑務所みたいだな。声ない、声。一人暮らし楽しんでるな。小池だけに豚小屋、コメント読め。どこまで信者に株買わせる気？マイク切れてるぞ、僕。口パクか、おい。精神病棟みたいだね、わら。精神病棟って。社長、あ、終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。1人プレミアム1人がコミュニティを登録しました。延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。ケツ向けんな。対戦したいんだけど、フィクサーとこれ対戦したいんだけど確かに夢の者たちに失礼だぜ。これフィクサーとさ、これ対戦したいんだけど、これでこの神野球ゲームでこれでさ対決したいんだけど、できるんだよこれ。 Wii リモコン2つあったらメジャー Wii、 それズムゲーやめろ、ダブルパワープロでやればええやん。伝説のゲームじゃねえかよメジャー Wii、 そんなズムゲーより俺とプレイしろ。もうすごいから、これでちょっと対戦してみたいよね、どっちが勝つか。デデンデデン、いいね、わら。やってみて、これ企画としてやってみたいな。で、あっ1試合すごい時間かかるやつじゃなかったっけ。そんなにかかんの時間。いいでしょ、 1試合で。いやー、なんか俺一人暮らし楽しんでんな、本当に。だって自炊も洗濯もしてるし、掃除もちゃんとしてるでしょ。まあ、ちょっと今ちょっと散らかってるけど、部屋ちょっと散らかってるけど、でもこの間掃除したし、ピッチャーごろとで今日もドンキ行ってきた。ドンキ、俺スプーンがなかったんだよ。スプーンもフォークもなくて箸しかなかったから、今日ドンキホーテで買ってきた。でそこで鍋買おうと思ったけど、鍋2000円の、あ、わかりました。あの2000円、今仕事は飲食業の方させてもらってます。まあ、研修中。でで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 でやばい、ちょっとタイム。スプーンとか100で買えよ。ね、まあ、いや100円だから大丈夫、100円ぐらいだから大丈夫だよ。30分延長しました。延長しました。ちょ、いざ。プレミアム1人がコミュニティを登録しました。延長に成功しました。F5キーを押してプレイヤーを更新するように思います。いや、それは内緒だろ。それは内緒でしょ。それは内緒でしょ。でんね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 鍋とかも送れるならあげるけどね。いや大丈夫、あ、鍋はもうあのなんか本当に500円の鍋しかないから、深いやつ欲しい。ドンキは安いようで失敗すること多いから気をつけな。あー、わかる。ドンキね、意外に高い時がある。他のところが安い時があるよね。でも何でも揃っちゃうからそこで買っちゃうんだよな。ダイソーとかあんだろ、わら。いや今日もドンキ行ったけど、あとね、あの洗濯のカゴが欲しい。そうそう、あの洗濯のカゴ欲しい。でもこれビヨビヨだから、これやばいよ。これもうこれやばい。もう来すぎてやばい。このここがもうビロビロやばくないもうやべえから、これもうドンキの食器とか有害物質が溶け出しそうで怖いね。やばいよこれ。もう本当に伸びすぎない。めっちゃ伸びてるから、これもう本当に買い替えないとって思う。ドンキの中は迷路みたいな。洗濯のカゴ100均、今日100均行くわ。100均行きましょう。今日100均行こう。オフっていくら、3500円でね、17日やらせていただきますけど。あー、なんかお腹いっぱいになったら眠くなってきたな。さ、寝ようか。皆さん、ありがとうございました。何しようかな。待って。なんでこれ予期せぬエラーって。なんで喋ってないときは口閉じれ、笑。なんでや。今
日はお休みなの？延長できてるやん。あれ？これタイムシフト残る？延長されてる。場所は豚の全部？あ、ベイジャングル、ベイジャングル。そのワゴン R じゃなくて MR ワゴンなんですけど、うちでまだ多分あると思う。誰が乗ってるんだろうな、あれ。今日何時まで仕事なの？いやでも山口県って駐車場代3000円だったんだよね、1ヶ月。1ヶ月3000円だよ。今日何時まで仕事？多分ね、いつだろう、深夜ぐらいまであるんじゃない？わかんないけど。深夜ぐらいまである。えらい、もう。でも働かなきゃ生きていけない。でももうちょっとで家賃まで貯まる。もうちょっとで。お金。もうちょっとで家賃払えるぐらいまでには貯まるんで。よし。生きていけそうです、なんとか。今月は。今月は生きていけそう。皆様ありがとうございます。今月はここで、まあ、暮らすことができそうです。なんとかなんとかね、節約生活の。でもね、俺節約生活って言ってるけど、なんかね、結構無駄遣いしちゃうのよ。ドン・キホーテとか行ったらさ、やっぱ買いたくならない、なんか無駄なものとか。焼肉だ。愛のさん7万円どう頑張れ。ねえねえ、ドン・キホーテとか行った時にさ、なんかついついなんかさ買っちゃわない？ねえ、ついつい買っちゃわない？いや多分10万円ぐらいしか稼げないやばい10万円ぐらいしか稼げないと思う、多分1ヶ月。夜勤なんぼや？やばいかな、生きていけるかな、無理。7万円で光熱費とか入れたら多分10万円ぐらいだな、多分全部込み込み10万円ないと。10万円稼げてないのに光熱費とかどうすんだよ、わら。いや光熱費は払う。ドンキーなんてほぼ行かない、わら。3万って生活は無理やろ、バイトやん。やばくない？ドンキーは店内で迷子にさせて買わせる戦略だからな。あー、なるほどね。ドンキすごいよね。お互い安月給は辛いな、わら。そうだよ、ムッチーさん。辛い。17万じゃない、わかんない。この店を登録しました。7万に光熱費含まれるの？7万に光熱費含まれないよ。だから別で来るんじゃない？で、多分先月のが来るから、あの先月ね、シンジさんが結構パソコンつけっぱなしで仕事行ったりとかしてたから、多分相当電気食ってると思うんだよね。で俺もさ、なんかさ、電気ヒーターとかも使ってたし。とりあえず夜勤4万くらいんとこ探せよ。飲食用で賄いあれば余裕だよ。いや、シンジの分やばいと。いや、シンジはもうね、常につけっぱなしだから、パソコン。本当にやばかった。多分やばいと思う、電気代請求。ちょ、浴びりそうなんだけど大丈夫かな。あー、まかないか。まあそうだね、まかない系。鉄板なの？いやだ、もうシンジいないから俺が全部払わないといけないと思うけど。いや俺が全部払うよ。豚広は中継するの？じゃあアロアさん、手振りてー。休日も合わせてた分金徴収したんか？かわいそう。25歳くらいで月収10万、代はまずくないか？豚広は中継する、中継しない、中継しない。25歳くらいで月収10万、今まあそう、まあ貧乏人ですね。探せ。ああ、そうだな、もう一個バイトする。いや、送ってくるわけないだろう。いや、月収、まあ、その、いきなり、こっち、まあ、その、お金ない中、上京して、いきなり、その、20万円、30万円もらえる仕事なんて、できないと思ってるぞ。みんなの見えていないコメントだよ。お前、ほんまかわいそうやな。同情するわ、頑張れよ。今、貧乏でもいいよ。いや、今、貧乏でもいいと思ってる。貧乏の中、家主とナイスしたらいいねん。いきなり金持ちなんかいないんだって。時間と寝てる時間減らして働けばいい。27ぐらいまで13万、いで生きてたぜ。あ、モナさん、マジっすか。で、すめて15万、言うだろ。あ、モナさんも経営者だもんな。ってたし、13万くらいで生きてた。なんか、今は貧乏でもいいと思ってるんだよね、正直。別に。その中で、まあ、こうやっていく中で、その自分がやりたい仕事とか見つかったら、まあ、それに向けて頑張ればいいし。ここの重症超えたからまた困った時信じられそう。いや、信じ来ないだろ。でしょ？前を向いて歩けばね。いじってねえよ。寒いんだって。寒いの。ね、なんか今日、ね、寒くない？昨日から。昨日から寒くない？寒くないですか？昨日から。おかしくない？なんでこんな寒いの？春じゃないの今もう。エアコンは376円。いや、エアコンあるけどつけない。いや、エアコンなんか焚いたらやばいでしょ。
な、まだ毛布とか布団にくるまってたらよくない？エアコンとか電気食うじゃん、めっちゃ。東北は昨日雪降ったよ、わらわら。いや、寒いよね、本当に。いや、昨日な、6時ぐらいにさ、外出たらさ、もう、え、なんでこんな寒いのってなったもん。いや、今日もさ、昼なのに寒いしさ、さっきドンキ行ってきたんだけど、節約すればいつまでできない、2万って飯代済むでしょ。家賃安いところ探せば？住む住む、それ大丈夫。家賃安いとこ探せば。エアコンたくって表現やめて、わら。え、エアコンたくって言わない？言わないの？エアコン炊いたらって言わない？え？それってあれなの？おかしいの？いい、え？エアコンたくって言わない？言わねえよ、わら。言わない。言わない。山口県言うよ。つける。言わねえ、わら。エアコンたくって言うんだけど。言わない。え？え？つけるだろ。あ、つけるの？プロさんに関しては小池が関わってるから変更できないんだよな。方言でてん、わらわら。方言なのかな？エアコンたくとか言うけど。あ、たくは言わないから、ヒーターたくとか言わない？ヒーターはある？ヒーターつけるなの？ヒーターたくって言わない？ヒーターは言うでしょ、ヒーターは。つける。ヒーターはたくって言って。たくって、つける。言わねえ。あ、言わないんだ。ヒーターたく。ご飯はたく。あ、まあご飯はたくね。ご飯なら言うけど、ご飯はたくだね。あ、そうなんだ。まあ、貧乏ですけど、まあ、僕貧乏人ですけど、一人暮らしを今楽しんで、ご飯も毎日食べれて僕は幸せです。お金はないけれども今僕は幸せです。そしてこうやって皆さんとお話できるので、やっぱりこう放送でさ、みんなと話せるから一人でも寂しくない。一人でも寂しくないんだよ、本当に。今一人だけれど、3食ちゃんと食べてないね。たまに1食、だいたい2食。ご飯はね、お米があるからお米炊いて、まあ、最悪さ、だからさ、ご飯とさ、これでもいけるわけじゃん、結局のところ。だからご飯炊いてこれだったらもうお金いらないじゃん、これあれば。なんか鮭のあれなんだけど、鮭フレークみたいなんだけど、でしょ。だからまあ食費ほんといらない。そんなに。あ、卵だよね、卵。あ、卵はいいね、卵は。卵はいいよね、卵。あー、なんか卵料理作りたいな。焼きそばいいぞ。あー、焼きそばか。あ、パスタもあるんで、パスタ。卵だけはちゃんと食べよう。明日。あ、卵いいんだ。卵食べるか。卵買おっか。魚早くだけでいいんだぞ。野菜取りやすい。あとは彼女できれば幸せだな。ラーメンと米あれば生きていけるだろ。そう。栄養やばそうやない、社会考えろよ、ちゃんとバランスよく食べろ。卵ともやしだけ食っとけ。あ、俺全然バランスよく食べてない。てか、野菜食ってるかな。全然食ってない気がする。横浜で夜10時までってのが結構きつい。卵いいな。欲しいものリストに卵3000個入るとこか。いや、行かないよ。卵か、やっぱ。みんな卵、一人暮らしの、おすすめ、ある？なんか卵と納豆で栄養ってある？卵と納豆だけで栄養って取れる？これは栄養があるよっていうものがあれば、皆さん安くて栄養が取れる。山口って魚美味しそうだよね。魚美味しいよ。山口は魚美味しい。野菜何がある？キャベツは買った。キャベツ買った。あ、もやしね。もやしだな。もやしか。もやしって栄養なくない？サプリメント、人参、玉ねぎ、ビタミン C も大事。人参、玉ねぎ。C か。サプリとかで取ってますけど、わら。サプリ。野菜生活、カレーが一番栄養取りやすい。玉ねぎとキノコ。豆もやしは栄養あるぞ。野菜炒め。ね、サプリって大事な。え、サプリって買わないといけないじゃん、サプリメントって。いちごは社長にかかればオッケー。芋は安いし栄養高い。ひじき買え。あ、芋は栄養高いよね。野菜ジュースは買うなよ。なんで野菜ジュースダメなの？野菜ジュースってなんでダメな？あれ栄養があるんじゃないの？ミキサーとかないよ。おすすめ豆腐はいいぞ。豆腐？あ、豆腐か。豆腐も安いしな。おからとか好きだけど、ご飯のお供に。玉ねぎとキノコ。あ、いいね。玉ねぎキノコ好きですね。じゃがいもに塩かけるだけでもうまいぞ。野菜は牛丼やでこれ。おかしいやろ。サプリはいろいろ買ってます。
芋は糖質多いから自分は食べない。サプリって体にいいの？俺ああいうの食べたことないんだけど、売ってるじゃんコンビニとかに、なんかビタミン C の錠剤みたいな、ああいうのってさ、皆さん的にはどうなんですか？あれってやっぱり便利なの？なんか自分足りてないなってものを補う感じ。今野菜高くね、あんま良くないと思う。あんま良くないんだ。俺は金ないときはもやしと水すげえな。電子レンジある、冷蔵庫もある。で、亜鉛って何？亜鉛なんか食えるの？体に悪くはないだろ。サプリは飲むものだよ、食べないよ。あ、そうな、飲むんだ。ああ、なるほど。足りない部分を補う的なあれなんだね。女性の鉄分くらいだろ、聞くの。女性って鉄分がね、なんかね、不足するんだって。だから貧血とか。小麦粉？小麦粉で何すんの？パン作るん？ねえ、あのさ、節約生活見てたんだけど、1ヶ月1万円生活見てたんだけど、昔、あの村上、あの森山中の村上がさ、めちゃくちゃ小麦粉でさ、パン作ってるの見てさ、俺一時期パンめっちゃハマってたんだけど、パン美味しい、パン食べたいなー、メロンパン食べたい。そういや、お前仕事見つけたの？見つけた。こんな時間に放送しないか。見つけてる。今日、夕方から仕事なんだって。あー、お好み焼きか、いいね。じゃがいもいいね。じゃがいも、お好み焼きと変わらずだよな。467位のレス、みんなには見えていないコメントだよ。お前こんな顔したんか。こんな顔だよ。メガネ外したらこんな顔。コンビニのパン買うならスーパー行きな。コンビニのパン買うならスーパー行きな。コンビニの、あれが欲しい。パン食べたい。パンが食べたい。スーパーで揚げ玉もらっておいで。揚げ玉ね。揚げ玉とうどんに揚げ玉入れたら超美味しいよね。あ、ただでもらえるの。だからもういいよ、もうめんどくさい、もう説明するのが夕方からなんだって。シンジの仕事とは違うね。シンジは違うところで。それもよく言われるんだけど、パンの耳ってさ、無料なんですか？くださいって言ったらくれんの？パン屋でパンの耳もらってこい。え、それってくださいって言ったらくれるの？え、なんかパン買わないとダメでしょ。いきなり言ってさ、パンの耳くださいって言ってもくれないでしょ。ねえ。お前の耳ならくれるんじゃね？え、それ本当なの？場所による。ほら、いや、いきなり。ご飯に味噌汁作って安い惣菜が安定すると思う。ああ、美味しいパン屋。最近はパン屋店にも調理して売ってそう。ボロボロの服でいけばくれる。え、これをさ、なんかさ、ハサミとかで切り刻んでさ、ね、これ、なんか僕の猿がパンの耳食べたがってるんでくださいって言ったらくれる？僕の猿が3日間食べてません。少し分けてくださいでオッケー。いける？僕のお猿さんがパン…いらないんじゃないか。通報されるぞ。通報される。言い訳くれなくなるだろ。え、ダメ？いいね、病院勧められるよ。普通パンの耳は100円だろ。え、ダメ？パンはくれないだろうけど塩まかれそう。え、マジかよ。通報されます。わらわら。通報され…通報される。多分くれるぞ。やってみて。もうやろうかな。ロアさん、こんにちは。おっかい家族で遊びに行くので当日はよろしくです。パンプキンさん、マジっすか？ありがとうございます。ご家族で遊びに行く、ありがとうございます。パンプキンさん、ありがとうございます。顔出しです。今日は顔出し。面白いからやってみよう。やらない。でもパンの耳って何、あの何、砂糖をまぶすの？砂糖まぶしてフライパンで揚げたら美味しいんだっけ？したら食べれる？パンの耳って普通にうまくない？あ、いや、だからパンの耳ってさ、別にさ、生で全然食えるんだけど俺。俺食えるんだけど。マジですか、パンプキンさん。僕のファンなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。パンプキンさんって若いんですかね。わかんないですけど。あ、砂糖買うお金ぐらいはある。大丈夫。大丈夫。ありがたいわ。そんな家族で応援してもらえてるって。あー、なんかハンバーグ作ろうっつったけど結局作ってないんだ。親父さんとファンってすごい。僕
のどこのどこを見てファンになったのかよくわかんないけど、砂糖をまぶしたら520円のレス、みんなには見えていないコメントだよ。小麦粉と水で質素なお好み焼き。いやー、なんかお好み焼きってフライパンで作るの、生活の知恵みたいになってるけど、フライパンでお好み焼きを作るんですか。フライパンはある。豆腐で豆腐ハンバーグ安くて美味しい。豆腐ハンバーグね。あ、自分19歳です。親父もドラクエやってるので、ロアさんのこと知ってて。あ、マジですか。ありがとうございます。フライパンだよ。じゃあお待ちしております。ジュナレッジ本当にありがとうございます。僕、あの、親父さんにパンプキンさんって特殊な縁の方ですか。お好み焼きに加えろ。ドア君とシンジさんのファン、自分の周りに結構いるよ。わら。あ、本当ですか。ありがとうございます。あの、あれなんだっけ、ちょっとかしこまったわ、わろた、わら。料理のアプリダウンロードしたら、いや、なんかクックパッド見てる。クックパッド、クックパッドって知ってる、みんな。クックパッドで検索して、あの、探してる。なんか作るとき、わかんないときは。でも料理とか基本しないよ、もう。お米は洗剤で洗う。お米とあれだよ、もうなんかプラスアルファで生きてるんだけど、やっぱ料理ってちゃんとした方がいいのかな。でもお金かかるじゃん、もう。そこなんだよね、貧乏だから。あの、食材を買うのももったいないと思っちゃうんだよね。だったらもうそのお米でいいじゃんってなるんだよ。お米プラスアルファで、まあ、お腹だけ膨れればっていう。それでよくないね。やっぱ栄養って大事なの。栄養って全然考えないんだよね。お金安定してからでいいかもね。いや、おかんありがたかったな。毎日ご飯作ってくれてるのにさ、残したりとかしてさ、いや、俺これ嫌いだからとかさ、言ってたけどさ、何やってんだって思ったよ。だから稼ぎなんとかしろや、わらわら。だから今日も仕事だって。今日も働いてくるから。今日も働いてくるの。その前にやってるの、あの放送を。納豆は安い割に栄養あるぞ。やっぱ納豆だよな。栄養失調にならんようにな。栄養失調とかあるの。寝ようかな、もう。寝ようか。もうすぐ寝れるから、これすぐ寝れちゃう。すぐ寝れちゃう、こうやって。体壊して体と病院代もかやべえぞ。すぐ寝れる。寝配信、寝配信。壁が思ったよりボロボロだな、わら。魚が不足しがちになるぞ。食後だと払いたくなんない。壁やばいよ。いや、もう食って30分経ってるでしょ。壁やばいから、マジで。部屋映せないぐらい今汚ねえな。この間ね、あのさ、やっぱさ、散らかす癖っていうか。ダブル言ってたよ。何そこ信じってやつにガリガリされたの。あいつネズミだから。壁直すの高いぞ、わら。魚は川にいるよ。魚に配信しろ。レレレレって、あれ、壁信じと喧嘩しつけたの。ちげえよ。あのあの浜口みたいにさ、あの、森で魚釣ってみたいな、森でウェイっつってから、これあれだけど、森でさ、ウェイってやってでそれで生活すんの。いや、無理でしょ。で、寒いじゃん、海って。あー、でも釣りか。で、やっぱさ、何なんだろう、脱いだら脱ぎっぱなしなんだよね。よくない？もう家帰ったら、とりあえず服着替えて、その辺にほったらかすんだけど、それって良くない癖かな。で、あの、ちょっと、あの、冷静、ちょっと冷静になった頃に、片付けるみたいな。だから散らかるのかな。だからさ、いつも同じとこに置かないんだよね。あー、洗濯かごか。サリバにも食える。いや、本当にさ。サリバは楽安いよ。やばいから、結構家汚いよな、ほんとに。映そうかな、映すか悩むんだけど、俺の汚さ、汚い部屋を映しちゃう。映しちゃいます。見たい部屋見たいですか。だから、あれなんだよねあの、本当に、ちょっと待ってね。
食えますよ。とかなんとか言って部屋整頓してそう。見せたいだけだろ。例のアビッタセーラー服見せて、笑。サリタにフライしよう、アビー。山積み、わらわら。アビ、わら、超えない。この部屋で家賃7万、ってやばいね。やばいやろ、これなんか、だからさ、これすぐさ、あれなんだよ。なんつうか、脱ぎっぱなしにしちゃうんだよね。ニュートになってるぞ。脱ぎっぱなしにしちゃうんだよ。ちょっと待って、あれ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 、シンジが残していった布団とかまだあるよ、あっちに。もういいか、まあこんなもんかな。あんまりちょっと部屋見せるのもな。常闇のネズミか、わらわら。部屋広いね。ティンタに着払いで返せよ、わら。やべー、わら。やばいやばい。さっきが新人の部屋、一人暮らし始めて洗濯機水が出ない時が懐かしく感じる。ルームシェア募集したら、わら。一人暮らしです。一人暮らし。一人で7万円。ああ、あれだよ。襲われねえみんな。まああんまり見せたらダメだな。やめときましょう。もう部屋を見せたらと特定されるから。また新人呼ぶか。おやすみなさい皆さん。セーラー服はかよちゃんに返さないとな。そうだな。じゃあというわけで皆さん一旦終わらせていただきます。ありがとうございました。今日は放送終わります。仕事まではゆっくり。特定したよ、俺友達と一緒に住んで。ああなるほど。おつー、3万くらいの部屋ないんかダブル。でも思ったより7万にしては安い部屋だね。出費減らしてたよ。おつー、この広さなら7万普通。まあ広いんですよ。だから一人暮らしするには広すぎるよはい、というわけで皆さんありがとうございました。